サンフランシスコベエリア高速鉄道公社が管理、運営している路線をすべて描いた、詳細な路線図。バートは、サンフランシスコベエリア高速鉄道公社が、運営しているアメリカ合衆国カリフォルニア州、サンフランシスコベエリアのサンフランシスコ軍、アラメダ軍、コントラコスタ軍、サンマテオ軍の4軍をつなぐ鉄道である。 路路線線系統で約キロメートルの路線を運営しているサンフランシスコ湾を横断する海底トンネルは特筆に値する。中央制御による自動運転だがドアの開閉や安全確認、車内アナウンスを行う乗務員が進行方向前方の乗務員室にいる。バートはサンフランシスコ国際空港へは直接国際線ターミナルに オークランド国際空港には、バートの運営する新交通システムで乗り入れている。2004年、バートは、アメリカ合衆国公共交通協会から、アメリカの中で一番優秀な輸送システムであると認定された。バートの線路海底トンネルバートは1972年9月に、サンフランシスコ湾にかかる、サンフランシスコオークランドベイブリッジの渋滞解消と、 ベエリア地区を東西に結ぶことを目的として開通した。その後、順次路線を拡大していき、2003年6月22日には、サンフランシスコ国際空港へ乗り入れ、ベエリア各地と空港を結ぶアクセス鉄道にもなっている。アメリカの他の公共交通と同様に、自転車の車内への持ち込みが許可されている。サンフランシスコ内外へアクセスできるバートは、 市内交通の無二と合わせて市民や観光客の重要な足となっている。水面下でトンネルを走る電気鉄道による高速輸送機関の概念は1890年代初頭にフランシス・ボラックス・スミスによって考案された。当時よりバートがかつて路面電車やキーシステムと呼ばれた郊外鉄道網が運行していた地域をカバーするよう計画された。 この20世紀初頭の鉄道は、当時港湾横断交通として、ベイブリッジの下段を運行し通常営業を行っていた。1950年代までには、乗用車やバスが増加し急速な勢いで、高速道路建設が進められ、この鉄道は廃止された。戦後の人口流入と交通渋滞の委員会は1957年、 米エリアにおける費用の見積もりと採算を報告した。1957年、1961年、最終的に計画がまとまった。1980年代、計画はサンフランシスコの南から延伸する計画が進行していた。デイリーシティ・サンフランシスコ国際空港間を結ぶものであった。バートンの建設は公式には1964年6月19日に、 ジョンソン大統領隣席のもと、コントラコスタ軍、コンコード、ウォールナットクリーク間で開始された。この湾岸横断トンネルは、当時、世界で最も深く長い水面下トンネルだった。トンネル建設に1億8000万ドルかかり、1969年8月に開通した。イギリスの都市計画学者、ピーター・ホールが表した本、グレート・プラニング・リザスターズでは、バートは、 英仏共同事業のコンコルド、シドニーオペラハウスと並び、20世紀における最も画期的な事業であると記されている。バートでは飲食、喫煙、駅内外への落書きが禁止されているバートは1972年9月11日に運行を開始し、最初の5日間で利用者が10万人を突破した。 開業して2年後の1974年9月16日には4本の支線が開業した。最初の5年間は平日ダイヤのみの運行だった。最高速度は基本時速 110km だが海底トンネル内は時速 130km まで許可されている。アメリカの都市鉄道にはボストンのように路線の色を公式名称にしているところもあるがバートの路線は 始点と終点の駅名をハイフンでつなげたものが交渉として使われている。路線の色で案内することもある。これらの路線名は日本における京浜東北線などのような運行系透明であり、実際には所属線名が別にある。なお、サンブルーのサンフランシスコ国際空港、ミルブレー間は実際は三角線となっている。2019年2月11日からの路線。 始発から午後7時までの路線図平日の午後7時、及び休日の朝8時以降の夜間時間帯の路線図、A クラス C クラス B クラスの車内 C クラス運転台、D クラスオークランド空港線の車両、バートは2019年現在6種類の車両を保有、運行している。新交通システムと後日のエバートを加えると8種類となる。3両編成から10両編成までを柔軟に、 蘇生して運行している。これらの在来型車両は、ドア数が2つで乗降に時間がかかるため、バートでは3ドア新型車両の導入が検討されていたが、2012年6月、ボンバルディアに新型車両の最初の発注を行った。2014年1月までに775両が発注された。2015年春に先行試作車でテストを開始。 2017年からの5年間で順次量産される予定である。これが以下の D、E シリーズである。2023年までに旧型在来車両を全て置き換える計画となっている。クリッパーカードと改札機運賃は乗車区間によって異なる。各駅にある券売機で運賃分のバートのカードを購入することで乗車できる。運賃分以上のカードを購入した場合。 余剰分は帰りの際や後日、運賃として使用できる。日本の鉄道会社が発行しているような定期券は存在しないが、サンフランシスコ市内の路線に限り無二と共通のマンスリーパスが購入できる。また、クリーッパーカードと呼ばれる乗車カードを利用して乗車することもできる。2017年に開業したピッツバーグアントリッチ館。 約 16.3km の延伸路線。既存のバート路線と違い非電化、標準機で建設される。車両はスイスのシュタトラーレール車製。アントリッチ、サンフランシスコ国際空港線として運用されているが、実際にはピッツバーグベイポイント駅で乗り換えが必要である。バートは実行中の事業から、機上のペーパープランに至るまでいくつもの延伸計画がある。 本校では2019年現在実現度が高いと思われるものと、第二海底トンネル計画について記述する。その他の延伸計画に、サウスフリーモント駅から南東方向に延伸し、三の瀬市内に達し、そこからカルトレイン、アムトラックのサンタクララ駅に乗り入れる延伸計画。シリコンバレーを通るためシリコンバレー延伸計画とも呼ばれる。 途中のベリエスサ駅までは地上を走行し、そこから地下に入り、方向を南西に変えて、サンノゼ市内中心部を通り、さらに北西にカーブして地上に出て、サンタクララ駅に乗り入れるルートを取る。サウスフリーモント、サンタクララ間には、途中駅6駅が整備され、モンタ牛駅、サンノゼダウンタウン駅、サンノゼディリドン駅で、ビティライトレールと接続する。カルトレインとは、 サンタクラーラ駅とサンノゼディリドン駅で接続する。すでにベリエッサ駅までの地上区間は試験走行を行う段階になっており、2019年内に開業する予定である。第2期工事として予定されているサンノゼ市内地下線は2025-26年頃の開業を見込んでいる。ダブリンプレザントン駅からインターステート585五線に沿って、 東のリバモアへ延伸する計画。アルタモント通勤急行と並行する形になるが、現在と同様にシャトルバスで連絡する計画である。当初計画では、ローレンス・リバモア国立研究所近辺への延伸が考えられていた。またさらにアルタモント峠を越えて、セントラルバレーに入りトレーシー、ストックトンに至る新線バレーリンクの計画もある。 エバートの現在の終点であるアントリッチからさらに東のオークレー、ブレントウッド方面に延伸する計画。さらに南東に進み、トレーシーで前述のバレーリンクなどと接続するプランもある。現在、バートはサンフランシスコ湾の東西を海底トンネルで結んでいるが、これに並行して、あるいは別路線として2本目の海底トンネルを建設する計画。 現在のトンネルが過密状態である上、新しい交通結節ターミナルであるサンフランシスコトランスベーターミナルとは直結していないことを解消するものである。アムトラックやカリフォルニア高速鉄道計画ともリンクしている。このトンネルから直結してギアリー通りの地下をリッチモンドディストリクトを経由してゴールデンゲートブリッジ南側付近まで延長する計画もある。 公式サイトありがとうございます。